ヘンリー・ニコラス・リドリーヘンリー・ニコラス・リドリーはイギリスの植物学者、地質学者である。マレー半島でゴム産業のために働いたことで知られる。ノーフォークのハーリングホールで生まれた。1877年にオックスフォード大学のエクセーター・カレッジを卒業した。1881年にロンドン輪廻協会の会員になり、1907年に 王立協会会の会員に選ばれた。1880年から1888年まで大英博物館で働いた。1887年にはブラジルのフェルナンドでノローニアの探検を行った。1888年から1911年の間、シンガポール植物園の最初の園長を務めた。ゴムの商業栽培を推進し、1895年に ゴムの木に深刻なダメージを与えずに樹液を採取するタッピングを発見した。マレー半島に20年間住み、1930年に長年の観察と文献調査を行って影響力のある包括的な著書を出版し、マレー半島にゴム産業の定着させた人物とされる。1911年に引退してイギリスに戻り、後半生はイギリスで暮らした。 1950年にリンネ協会からリンネメダルを受賞した。リドルは植物の学名で命名者を示す場合にヘンリー・ニコラス・リドリーを示すのに使われる。ありがとうございます。